お久しぶりです。最近ね、全然しか撮れてなくて、動画のね、投稿頻度がだいぶ落ちててね、申し訳ないんですけども、まだね、7月8月の間はちょっと撮れる、しかの撮れる数が少ないので、投稿頻度は少ないままかなと思います。で、今回はですね、罠を見に行ったら、なんか2頭、1つの罠の1箇所にね、2頭いて、あれーと思ってたら、親子だったんですよね。で、母親が飼ってて、で、僕が着いた時にはまだ子供いたんですけど、犬連れてたせいと、多分僕が近づいても子供さすがに逃げたと思うんで、まあどうしようもなかったかなと思いますね。鉄砲持ってたらなんとかなったかもしれないですけど、まあまた多分かかると思うんでね、子供、小鹿は。で、結構ちっちゃかったんで、この辺うろうろするはずなんで、また同じ場所に罠かけて、それも取りたいと思います。でですね、僕もう一つね、YouTube チャンネルやってまして、ズラタン TV って調べたら出てきます。こちらはですね、地域のことであったりをね、発信するチャンネルですのでね、よかったらそちらの方もチャンネル登録の方して助けていただけるとね、大変ありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。でね、今回に関しましても止めさしの動画ですのでね、十分にご理解いただいた上で、閲覧注意でよろしくお願いいたします。